確かにお葬式費用を保険でと思っても毎月の保険料が高くてかけていけないという方へ全国多くのお客様から大変話題のお財布に優しい生命保険をご紹介します。 ただいま静岡県内に緊急地震速報が出ました場所によっては強い揺れが発生していることがあります念のため身の安全を確保してください また車を運転中の方はゆっくりスピードを落とし安全を確かめてくださいえ。詳しい情報が入り次第お伝えします。先ほど静岡県内に緊急地震速報が出ましたえ。まだ揺れていない地域の方、この後揺れが来る恐れもあります。念のため身の安全を確保してください。静岡市駿河区トロの SBS スタジオではまだ揺れを感じていません。え先ほど静岡県内に緊急地震速報が出ました。 現在、車を運転中の方、ゆっくりスピードを落とし、安全を確かめてください。え倒れやすい家具などからは、自宅にいる方は離れてください。また、もし、震源が海底の場合、津波が来る恐れがあります。念のため、津波にも十分注意してください。え現在、静岡市駿河区殿の SBS スタジオでは揺れは感じていませんえ。皆さん、落ち着いて身の安全を図ってください。 先ほど静岡県内に緊急地震速報が出ました。念のため津波にも注意してください。もし仮に震源が海底にある場合、津波が来る恐れがあります。身の安全を確保してください。現在、車を運転中の方は、ゆっくりスピードを落とし、安全を確かめてください。はい、静岡県内に先ほど緊急地震速報が出ました。 まだ揺れていない地域の方、この後強い揺れが来る恐れがあります。強い揺れに警戒してください。静岡市駿河区トロの SBS のスタジオでは現在揺れは感じていません。皆さん落ち着いて行動してください。身の安全を確保してください。現在自宅にいるという方、倒れやすい家具などからは離れてください。もし震源が海底の場合、津波が来る恐れがありますので、念のため津波に注意してください。 詳しい情報が入り次第お伝えします。先ほど緊急地震速報が静岡県内に出ました。強い揺れに警戒してください。自宅にいるという方、念のためテーブルや机の下に隠れてください。また座布団などで頭を守ってください。火の始末は揺れが収まってからで大丈夫です。念のため、海や川の近く、海の近くにいるという方、津波にも警戒してください。 もし震源が海底にある場合、津波が来る恐れがあります。念のため津波にも注意してください。現在、静岡市駿河区殿の SBS スタジオでは揺れは感じていません。皆さん念のため身の安全を確保してください。まだ詳しい情報が入っておりませんので、入り次第お伝えしていきます。先ほど静岡県内に緊急地震速報が出ました。強い揺れに警戒してください。 現在、車を運転中という方は、ゆっくりスピードを落として、安全な場所に避難してください。念のため、津波にも警戒してください。もし仮に、震源が海底にある場合、津波が発生する恐れがあります。海岸沿いや河口の近くにいる方は、津波にも注意してください。近くのビルなど、高い場所に避難するという方、避難もしてください。 まだ静岡県内では揺れの情報が入っていないということです。先ほど緊急地震速報が静岡県内に発表されました。強い揺れに警戒してください。皆さん落ち着いて行動してください。まだ静岡市駿河区とろの SBS スタジオでは揺れを感じていませんので、この後揺れが来る恐れがあります。皆さん身の安全を確保してください。自宅にいるという方、倒れやすい家具などからは離れてください。 もし揺れているという、今現在揺れている地域の方は、揺れが収まってからでいいので、火の始末をしてください。そして、震源が海底にある場合は、津波が発生する恐れがありますので、川、海岸沿いや河口近くにいる方、念のため津波にも注意してください。皆さん、落ち着いて行動してください。先ほど静岡県内に緊急地震速報が出ました。現在、詳しい情報を整理しています。 後ほどお伝えしていきます。静岡県内に緊急地震速報が出ました。皆さん、身の安全を確保してください。落ち着いて身の安全を図ってください。自宅にいるという方、テーブルや机の下に隠れてください。また座布団などで頭を守るなどしてください。もし現在揺れているという地域の方、揺れが収まってからで大丈夫ですので、火の始末をしてください。 念のため津波にも警戒してください総務省消防庁の全国瞬時警報システム J アラートが今日午前9時38分ごろ予想最大震度5強の緊急地震速報を出しました対象都道府県は東京都千葉県静岡県神奈川県埼玉県茨城県 山梨県、長野県、栃木県、群馬県、愛知県、岐阜県、福島県、三重県、新潟県です。先ほど総務省消防庁の全国瞬時警報システム J アラートが今日午前9時38分ごろ、予想最大震度5強の緊急地震速報を出しました。緊急地震速報の警報を の第一報は、千葉、千葉の南方沖で、え強い、千葉の南方沖、伊豆諸島、関東、東海、甲信、東北、北陸で強い揺れが来る恐れがあるということです。先ほど総務省消防庁の全国瞬時警報システム、J アラートが、え今日午前9時38分頃、予想最大震度5強の緊急地震速報を出しました。 この後、地震に関する情報は入り次第お伝えしていきます。皆さん、落ち着いて行動してください。